それではレディース笹川杯優勝選手、そうする水野のぞみ選手です。いやー来たね。あ、めちゃめちゃ嬉しいちょっと準優の最初のレースで1号艇が負けるという波乱があったから、ああいうのは好きになるの？まあそうですね、難しいのかなと思ったんですけど、別にスタート遅れてたわけじゃないので、うん、10レースの方が、うん、きっとスタートをちゃんと行って、うん、はい、回れば大丈夫って思って、そんなに気にしなかったです。自分のことばっかりでした。レース前少しだけ風が出てきたように思いますが、ああいったところも全然気にならなかった？いや、もう全然スタートも違ったので、うん、かなり気になりましたかなり気になったんや、はい。ちなみに昨日の夜はゆっくり寝れました？いや、昨日の調整がうまくいってなくて、うん、今日が緊張するっていうよりは、うん、明日ちゃんと合わせれるかなっていう不安がたくさんで、うん、でも寝てました、うん。だって今日ね、やっぱり1号艇やから、はい、まず勝つということが優勝への一番の近道になるわけやからね。はい、もう勝てると思って、うん、今読んでる本に言霊って書いてあったんでもうそれだけ勝てる勝てる、優勝戦、うん、優勝行く、優勝するみたいな、うん、もうそれしか口にしないって宣言してました。素晴らしい、はい、やっぱり本とかよう読むの？そういうメンタル的な本とか。もともと本読むタイプじゃないんですけど、うん、はい、最近はメンタル本で情緒不安定を安定させてます安定してきた？だいぶしてきました。だいぶしてきた、はい。これから明日、まあ、12レースまで長いですけど、モーターに対して何かリクエスト、これから上積み測るところはあるの？いや、もうしっかり気温に合っててくれればもう言うことないです。よく走ってくれてます。あ、よく走ってくれてる、はいはい。じゃあもう明日はもうモーターをめでるぐらいですか？そうですね、あとは自分が集中することだけだと思ってます。言霊、はいなんとかお客さんも入ったし、はい、ね、地元水面での初優勝、はい、だいぶ大きいですね。このお客さん入って、はい、いいレース見せれたら最高に嬉しいです。いや、我々のこの動画もどんどんね、はい、もうずっと前からこう心よくインタビュー答えてくれてるからなんとか優勝する姿をお届けしたいと思いますので、はい、最後に抱負をお聞かせください。はい、地元でしっかり走って優勝目指して優勝します。よろしくお願いします。期待しております。水野のぞみ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。